そういう感覚がなかった。あんまり外に出たくないし、入院してた時も結構いいなという、過ごしやすいなという、まあもちろんすごくいい病院だったんでしょうね、はい、きっとでラッキーなことに入院生活がすごく良くてですね、なんですけれども、なんかなかなかその家族旅行に行けなかったりだとか、隣のベッドの方があの家族との思い出作れなかったりしてちょっと悲しそうにしてたりするのを見ると、なんで外に出れないんだろうっていうのがありまして、なんでそのロボットで代わりに出るのがいいんじゃないかということで、その当時そのロボットもいくつかあったんで、出たらどうかなっていうふうに考えたんですが、体験になるためにはきちんと体とか何か自分からこうインタラクションする必要があって、なんか外界に影響を与えないと体験にはなかなかならないので、で、そういうのを踏まえて、じゃあ製品がないっていうことで、研究すらもなかなかできてない、なんでじゃあ研究者になるしかないかというふうに思いまして、工学系に進んで、でその時にまたさらに工学系に進んだ後に、あの社会的に普及させるためには会社も作らないといけないっていうことに気づきまして、まあ、じゃあ 両方やりましょうっていうふうに工学系の中での研究者と起業家になりました。実験でやってるのはあのカヤックのロボットを、カヤックの上に上半身、人間の 上半身を擬似的にロボットで再現して乗せて、はい、で遠隔地にいる人間が操作して、そうですね、パドルを漕いだり頭を動かしたりして自然体験するという、パドルの重さもちゃんとフィードバックし してこれでインタラクションが起きて、体験になるという、 Facebook であったりとか Twitter とか Instagram で、はい、あの体験って皆さんいっぱいシェアしてるじゃないですか、はい、でいいねつけて、まあ、シェアしてっていう、のであの価値が高まってるんですね、体験っていうのは、はい、ただ一方で映像止まりっていうところで、うん、1人の人がビーチで楽しんでいたら、それを見ているいろんな、もしかしたら10人かもしれないし20人かもしれないし、うん、100人で体験を共有しましょうというものがボディシェアリングになります。固有、うん、感覚は感覚の一つで、例えば視覚とか聴覚があるじゃないですか、はい、それと同じように、一角っていうのがありまして、はい、私が今手を挙げていますとか、うんうんうん、今手を指をこう閉じていますとか、はい、足を曲げていますとか、そういう自分の、体の位置の感覚が一角って呼ばれる感覚であったりだとか、何か重さを感じていますとか、はい、なんか重いものを持ってますとか、そういうのをまとめて固有感覚と呼んでいます、はい、他のロボット制御の研究とか製品とかたくさん出ていましたし、はい、コンピュータービジョンの研究もありましたし、コンピューター自体の研究も、ね、もちろん ねいっぱいあって製品も出てるんですけど、じゃあ人間と、じゃあそのロボットであったりとか人間同士をつなげるっていう時に、映像と音とコンピューターはあるのに固有感覚がなかったんですよね、でその感覚がないとなかなか外部で体験することができなくてですね。そうですよね。で、まあ、視覚と聴覚はね皆さんいろんな方がやられているので、はい、で私の方ではじゃあ外部により、インタラクション相互作用するための、固有感覚をコンピューターに入力したり、コンピューターから出力するようにしましょうっていうことで研究とか起業しています。自分でやりたいっていうふうに思うことと、世の中が やりたいっていうことと、あとは一緒に仕事してる人がやりたいって思うこと、皆さんそれぞれ違うんですよね。でその違うところをディスカッションを深めていくことで、本質的にじゃあ今の現時点の世界で必要なことっていうのを見つけるのがものすごく大切だと思います。作りたいものって皆さんあると思うんですよ。でかといってそのユーザーさんが欲しいものとか、うん、世の中が求めているものとかちょっと違う風に見えたりして、うんうん、そこをうまく捉えるっていうのが大切ですね。